ああ。いや、結局地上出るんかい。いい、結局地上出ちゃっとるからな。これ。これは夢じゃないな。色合いが。めっちゃ頼るやないか。あんな何も動いてないような寝とる状態で、うん？故障？なんだ？最近はよくこそこそとどこへ行っているのかと思っていたが、ああ、ノア。地上へ出ていたんだな、クロエ。あのメテオラに会いに。お前の仕業か。止めに外入っ出てき禁た。止令を忘れたのか。都市管理アークが黙っていないぞ。バレたら重い処分が科せられる。分かってるのか。大丈夫、大丈夫。バレなきゃ犯罪じゃないんですよ。バレないだろ。お前が言わなければ。そうだよ。赤信号。みんなで渡れば怖くない。お前も一緒に渡る、赤信号渡れ。いつかはバレるさ。死んだ友と同じ顔をした怪物にこっそり会いに行くなんて不健康極まりないからな。過去にとらわれるな、クロエ。あれはメテオラだぞ。感傷に浸る相手じゃあ、まない。だリブラ。今回多いな、選択してるん。だんだんちょっと重要な部分に差し掛かっとるってことやな。これは、クロエだったら、ごまかすなんてことはせんだろうな。安心かな。そんなこと分かってる。私は別に感傷に浸ってなど。じゃあどうしてこそこそと地上へ出る。命令に背いてまでどうしてあのメテオラのもとへ向かう。お前はあの怪物に功を重ねている。メテオラを通して過去を見ているんだ。目を覚ませ、クロエ。お前の大切な人は本当にあんな怪物だったのか。わからない。しかし、化け物だと分かっていても、コウコの姿を重ね合わせてしまう。コウコのいたという事実かな？コウコがいるという痕跡、あのメテロには残ってしまっているからな。お前の見るべきは今だろう。さあ、私を連れてけ。ダメだ、気僕が散る。を連誰れに地上て、へノイズと進手術でめ。実像を結ぶのも困難だろ。突然もう流行りの鬼滅の刃に乗っかっていくからな、俺。鬼滅なんか全く見たことないのに。困難だが不可能ではない。いいから連れてけ。相手はいつ目を覚ますかもわからない巨人なんだぞ。お前なんかすぐに踏み潰されてしまう。だからこのノアちゃんが守ってやるまって言たって選択るん肢だ。だ。連れて行く、連れて行かない。よかろう。道連れにしてやるわ、お実前。体のないお前がどうやって私を守るんだ。 確かに。どうやってお前俺のことを守るの？大量のアルゴスを動員すれば私だって戦える。アルゴスって何？アルゴそスっれてになんだ？一人で行かせるわけにはいかない。加えてノアちゃんには実体がないからな。踏み潰される心配もない。でもさ、ケーブル一本抜いたら消えるよね。どうだ、恐れ入ったか。ノアちゃんは無敵だ。でもケーブル一本抜いたら消えるよね。巨人相手にさえひるむべくもないんだ。はあ。ああ、邪魔をするな。それが条件だ。私が邪魔をしたことなどあるか。割とあると思う。しているだろ、今だって。確かにな。エレベーター止めてさ。私は人の今に寄り添うアークだからな。いつだってお前のそばにいるんだ。悪いことはできないな。やべえな。こいつに監視されてるのか。風呂でもトイレでも。なんか嫌やな。行かせてくれるんかい。よっしゃ、二人で来たぞ。ノアおらんでないか。とか言いながらノアおらんでないか。ついてきたって言おうたのに。地上に落ちたあの日から、高価な姿をしたメテオラに変化は見られない。お前は一体何を待っているんだ。ダリアの花が綺麗なのか、ちょっと、そう見えるか。あ、出てきた。改めて見てもおぞましいことこの上ないな。ちょっとバグプトみたいな感じの見た目になってますけ人のど。姿を真似るなど不気味だ。
ちゃんと出とるような、しかもなんかちょっとこういうバグった動きしてるような感じにな なんか中途半端だな。私たちだって同じようなものだろ。私は人間をモデルにしたデザインドヒューマンだし、お前は人の形をした人型アークだ。違うぞクロエ、私たちがあんなのと同じなものか。私たちは人と共に考え、人と共に生きてる。人を脅かす存在であるメテオラとは全然違う。作られたものとしても人として生きている、そう言いたいんやな。でもあれはコウコの姿をしている人間の姿をしていても敵。人を脅かす敵か。脅かす敵。敵だ。コウコの姿をしていても、いや、コウコの姿をしているからこそ、他のメテオラ以上の危険な敵なんだ。だから、私は心配なんだ。心配してくれたんじゃ。あれがコウコの姿をしていることで、一番ダメージを受けているのはクロエ、お前だろ。一番ちょっと気持ちに余裕がないよな。クロエ、何があったんだろう。ちょっと詳しい心情は読み取れんけど、何かコウコに対して思いがあるんだ。まああれだけ絡んどったもんな、友達として。だから何かあったら私を呼べよ。地上であれ地下であれ、何か危険を感じたらちゃんと私を頼れよクロエ。じゃあトイレしようって、髪がなくなった時はちゃんとトイレットペーパー持ってきてな。はあ、なんだ気のない返事だな。約束だぞ。わかったよ、約束だ。ノアがあの人型に感じている恐れはきっと正しい。あれはメテオラであってコウコじゃない。うん、けれどコウコに由来したメテオラであることは確かだ。そうやな、何かしらコウコの影響を受け取る、そういうこと。あんな姿をしていなければ単純なのに、どうしても考えてしまう。できないんやけど、コウコの姿をしているだけに、何かしらコウコじゃないのか、コウコの影響を受けているっていうか、コウコがいるんじゃないかと思ってしまう。そこがちょっとクロエの心を惑わせる。もしもあれの行動にコウコの意志が働いているのだとしたら、コウコが私を待っているのだとしたら、私は。わあ、なんじゃこれ。なんかドローンめっちゃ飛んでますけど、誰のドローン、あれ見つかってんじゃないですかね。あんだけドローン飛ばされとったらさ、そのドローンの動かし主に見つかってんじゃないですかね。私たちやばいんじゃないの、これでさ。無駄に出とうってことがバレとったらやがんな。あれ、あのドローンの映像、一般の市民に渡ったのこれ。いや、プロメテオスはもう信用できない。パトロックスの情報を待つしか。お、情報が更新されてる。すげえな、本物か。いつ動き出すかわかんねんだろ。やばくないか、ここも無事とは言い切れないんじゃ。不安が市民に伝わってしまっとる。なぜ情報は規制されているはずじゃ。解体、あのドローンが、ドローンの持ち主が。とうとう見つけたのさ。どうした。剥がして採取すると消えちゃうメテオラ細胞をサンプリングする方法。マジか、そんな方法あったのか。てか近づいちゃいけねえはずだろ、なんで研究してる。確かにこういえばそうやな。なんかサンプルする方法見つかっとるもんな。なんか知らんけど、ジュリア博士絶対あんた地上出るなと思っとるけど、本番で撮ったか。てかあのドローンもしかしてジュリア博士のだった。命令無視して近づいてたんだろうね。評議会でさえ彼女は止められないんだ。手に負えねえ、この女手に負えねえ。評議会がサジを投げてんだろうな。投げた百サジの数は幾知れず、投げさせたのはジュリア博士。懇切丁寧に説得をしたのさ。
競技会の連中も解体に納得してくれたよ。ほうで。確かにあれは可及的速やかに解体するべき存在だとね。いや何やったんだジュリー、説得とか言うて何やったんだお前。背後から忍び寄って私の言う通りしないとこの薬打ち込んでやるからなみたいな感じで脅したんか。真っ暗闇の夜道でそんなことやったんかお前。解体？交流するんじゃなかったのかよ。初めはそのつもりだったけどね。競技会無視して調査して、無視してんじゃねえかお前。バリバリ無視って言ったじゃねえかお前。メテオラ体内にあるコア、ブラックオブジェクトを取り出す方法が分かったのさ。マジか。あれだけ巨大な物体を動かせるだけのエネルギー源だ。うん。そのコアはマキアの動力源、メタリックオブジェクトに近いものだと私は見ている。ってことはいろんな動力に転用できるってこと？もしそいつを取り出し運用できれば、あるいはその仕組みが解明できれば、間違いなくこの街は大きく発展するし、マキアは次世代へと進化するだろう。ってことだよな。先に言っちゃったけどそういうことじゃ。そして驚くことなかれ凡人どもよ、ブラックオブジェクトを取り出す第一段階として、はい、この天才科学者はいよいよメテオラ細胞の抽出に成功した。拍手。はーい、わーい。おお、抽出なんて。ヤマト、てめえさては理科の成績オール C だな。ということはつまりメテオラから剥がした物質の消滅を止めることができたのですか？いや、消滅は止めらんない。んけれど消滅するまでの時間は操作できる。一つ分かったことがあるのさ。欠けた部分の消滅は外側から中心に向かって始まる。ああ、ってことは中の部分、ん？中の方をくり抜いたらいけるってこと？つまり採取した部分が巨大であればあるほど消滅にはそれ相応の時間がかかる。ああ、そういうことか。簡単に言えばちぎられた指よりも腕ごともぎ取った方が消えるのは遅い。ちょっとグロい言い方してるけどね、まあ、分かりやすいな。そして私に限って言えばその制限時間を極限まで遠回りさせることができる。時間をどうやって？そいつは企業秘密。というか今ここでつらつら説明したって君には理解できないでしょ？できないだろうな。めっちゃ難しい用語とか出せるんだろうな、ジュリンの博士のことだったら。てかさ、時を止める、時を操るとかやばいなお前。モロラスボス級の敵の能力やないお前。ザ・ワールドじゃないかお前。それに立ち向かうには、あ、やってみたらできたみたいな感じでこっちも時を止める操る能力を開花させなあかんなこれ。やべえ、ジュリー博士ラスボス説がどんどん強まってきてるじゃないか。もう100年くらい勉強してからまたおいで。死んでるわその時には。それは僕もサイボーグにならなくてはですね。サイボーグになってまで生き延びようとしてるな。まあ言うより見るが早いだろう。ほら特別だよ、これがあの人型から抽出したメテオラ細胞だ。ザザーン。なんかさ、鉱石っていうか宝石みたいな見た目したんやな。すごい、本当に採取できている。このサイズで約12時間を持つよ。ただしこの部屋にある限りはね。割と長いんやな。へえ、なんだか氷みたいだな。そっから出すと溶けちまうなんて。なるほど、大きく切り取ってジュリー博士が消滅時間を遅らせる。そのために中間層へ運び入れるわけですね。解体にはマキアの力を使うことになるだろうからよろしく覚えててね。二人とも忙しくなるぞ。わあ、これは残業だな。残業って聞いたら俺嫌な思い出しかねえな。つまりあいつを倒すってことでいいんだよな。つまり残業代を弾んでくれるってことで考えていいんだよな。メテオラにとどめをさせるんなら本望だぜ。残業は辛いけどお金がもらえるんなら本望だぜ。
な、クロエ。な、ヤマト。お、どうした、クロエ。でもクロエは浮かない顔をしている。でも結構たくさん、あ、あれか。大きく切り取るってことは、ほぼほぼ結構ダメージ与えるってことやけん、倒し、まあほぼ倒すに近い状態になってしまうってことか。そこがちょっとクロエも悩んどんかな。何さ、景気の悪い顔しちゃって、何か言いたげだね。何、不服なわけ。ちょっとコウコとの思いを掘り返してしまっとうけん。まさか解体はするべきじゃないとでも。ああ、どっちだこれ。この状況だったらどういう感じになるかな。前は中にコウコがいるかもしれないって。だから殺しはしないと。あの時は可能性を言ったまでさ。中を切り開いてみたら案外原寸大のコウコちゃんがいるかもよ。それなんかちょっと嫌や。嫌やな、中からコウコちゃんが出てきたらさ。そんなことわからない。柄にもなく反抗的じゃないか。クロエ、気持ちはわかるよ。コウコさんに似ているメテオラだから倒すのは抵抗があるんだよね。そうなんだよな。こう、あ、クロエはそう思っとるか。コウコさんじゃない。分かってるけど、コウコが歌っていた相手だ。コウコが話そうとしていたメテオラだ。あんなのと話せるなんて考える方がおかしいぜ。そんなことしよったんじゃ、コウコ。だからやられたんかな。なのに自分勝手に近づいて、それで食い殺されちまったんじゃねえか。あ、やっぱり。いや、それはちょっとあれだろ、お前。迂闊に近づきすぎたんやな。ヤマト、無神経だよ。まあ、口にするのは無神経やけどな、確かに。だって事実だろ。だからクロエもメテオラが憎い。違うのか。憎い。それは当然、そうだけど。ずっと、考えていたんだ。ん？どうしてコウコは地上に出たのか。目も見えず、足も悪いのに、どうしてたった一人で。そりゃ地上の星が見たかったかとか、そういうんじゃない。もしかしてコウコは自ら死を望んだんじゃないのかって。いや、それはないだろう。コウコが、それはないだろう。そんなわけないだろ。なんでコウコが。なあ、ヤマト、そう思うよな。そんなわけない。私だってそう思いたい。だからコウコは食われたんだと。自分の意志に反してメテオラに殺されてしまったんだと。でもそう思うってことは何か心当たりあるん、クロエ。コウコに対して。そう、自分に言い聞かせて、コウコの命を奪ったメテオラを憎んで、憎んで。けど、じゃあどうして、どうして死に際のコウコを真似たあのメテオラはあんなにも穏やかな顔をしているんだ。あのメテオラがコウコの意志を継いでいるのだとしたら、うん、戻ってきたことに意味があるのだとしたら、それは多分私に会いに。何を話しに来たんだろう。いや、あの人型があの場を動かないのは単純に自己修復のためだ。身も蓋もない、その通りですよね、みたいな感じのことを言うんじゃないわ。あ、ただ休んでるだけなんやな、みたいな。なんかそういうさ、言うこと言われたらさ、キョトンってなってしまう。あ、ほうですか、みたいな感じになってしまうわ。君に何かを訴えてるわけじゃない。ほうなん。だってほら、君がわざわざ命令に背いてまで地上へ出て会いに行ったって、ちっとも動こうとしないじゃないか。そうか。どうしてそれを。いや、バレてるやん、ほうやな。バレとるやん、そういえばお前。あのドローンの持ち主、ジュリア博士か。
あ、でもあれか、ジュリア博士もちょいちょい地上出よったけどさ、ばったり俺とノアを磨けてもおかしくなかった状況ではあったな。どうしてそれをって言われてもさ、ばったり、あ、おるわみたいな感じで思うなっとったかな。命令を無視して地上へ出てたのかい。バレましたね、もうすぐバレましたね。ノアの言ってたことをがもう的中しちゃいましたね。もうバレちゃった。収録始めてどれぐらいに時間経った？38分ですね。今録画のソフト38分になってますね。だいたいノアのあの発言から30分も経たずにバレてしまったからな。大丈夫か、あれが本当にコウコだって勘違いしてるんじゃないよな。そんなことはないと思うけど、しかももしかしたらっていう考えではなってしまってるところだろう。しちゃってるのかもね。あるいはあの甘すぎる花の匂いでおかしくなっちゃったとか。そんなことは。しかし迷いを閉じているクロエは確かにここにいる。たとえあの人形がコウコ由来の存在だとしても、あれはコウコを取り込んだメテオラだ。私たち人類を脅かす敵だ。地上に落ちた敵から得られる情報はあまりにも大きい。どんな攻撃が効果的か、生態は、物理特性は、その情報はメテオラとの戦い方を変えるよ。あくまで敵として見なくちゃいけないのか。あるいは人類の在り方さえ変えてしまうかもしれない。だってあれは人を取り込んだメテオラなんだから。あくまで敵なんだな。そんな宝物が目の前でじっと眠ってるんだよ。解体して調べない理由があるかい。ジュリーの言葉に反論はない。だけど私はどうしても。失礼します。しかしまだクロエは自分の考えに答えを出すことはできなかった。メテオラ、あれはメテオラ。待てよクロエ。おっと待てって。やめろ。おっと、何しに来た。決まってんだろ、止めにだよ。お前また地上に行くつもりなんだろ。どうしちまったんだお前。変だぜ、あのメテオラに関わるのはやめた方がいいって。余計なお世話だ。心配してくれよやな、ヤマト。余計じゃねえし、今のお前さ、顔色悪いし、なんかいっぱいいっぱいだし、なんつうか見てらんねえよ。ジュリー博士の言う通りじゃねえか。お前あのメテオラのせいでおかしくなってんじゃねえの。そうじゃなきゃ言わないだろう。コウコの死が自殺だったなんて。確かに何かやっぱあるんだろうな、コウコ、ちゃう、やめクロエの中でさ、何か自殺じゃないかっていう、そういう根拠的なもんが。なあ教えてくれクロエ、お前にはあれがコウコに見えているのか。よかろう、話し合おう。わからないけど、あれを見ているとコウコと話したことを思い出す。コウコはメテオラに食われなくても死ぬ運命だった。え、ほうな、どういうことだ。どういうことだよな。どうしてコウコが視力を失ったのか知っているか。どうしてその足が動かなくなったのか。そういう病気とかじゃないん。そういう病気だったか。まんま同じこと言う。まんま俺と同じ意見、ヤマト。パクリか、お前。ヤマト俺のパクリか、お前。治らない。治るどころか病状は悪化していて、最後の方は記憶や意志もあやふやになっていたんだ。何だと。マジかよ。コウコはもうすぐ死ぬと私に言った。だから私に自分を殺してほしいと言った。え、そんなのできるわけねえだろ。お前とコウコは友達なのに。死にたがっとったんじゃ。なぜ。ああ、できるわけがない。
だから私は拒んだ。そのすぐ後だ。コウコが地上へ出た。うわ、そう流れで地上出たらさ、もはや死にたかったとしか思えんで、自殺行為。そういうことが自殺かもしれないみたいな、そう思っとった理由。死を望むコウコの願いを私は叶えてやれなかった。だからコウコは私じゃなく、だから自分から食われに行ったってのかよ。なんでだよ、なんでだよ。で、俺の中の藤原達也出てくるからな。でもそれは死ぬためじゃない。もしかして壊れていく体を捨ててメテオラの中で生きていく道を選んだのかも。私には救えなかった。だからコウコはメテオラに救いを求めたんじゃないかって。救いを？やっぱおかしいぜお前。そんなわけない。あれが、あんなのがコウコなわけない。人の形をしていてもあれは人間じゃねえだろ。それなら私だってそうだ。人の形をしてはいるが人間ではない。そんな悲しいこと言うなよ。人間の姿をしているから人間か。誰が認めて人間になるのか、人間の定義っていうのが分からなくなってくる話。違う、これは悲しいことじゃないんだ。私はデザインドヒューマン。その事実はこの世界に生まれた以上変わらない。それでもコウコは私をデザインドとして受け入れてくれた。作られたものである、人間だと思われなくてもおかしくない、そんな自分を人間として認めてくれたと。だからね、泣いてもいいのよ、寂しくてもいいの。弱くたって、周りの人たちが何を言ったって、あなたが私の大切なクロエであることは変わらないのだから。そうだ、別に人間だろうが人間じゃなかろうが、大切なものは大切なもの。だからあのメテオラに対してもコウコの姿をしている、コウコじゃないかと思う時点で、もしかしたら大切な存在なのかもしれないと思ってしまうのか。デザインドを悲しいものと称するお前たちにはきっとわからない。姿形が変わってもあれはコウコなんだ。コウコの記憶や意志があの中にあるなら、多分それは2年前私が救うことのできなかったコウコなんだよ。なんと重い話だろう。私は守られた。コウコが私に居場所をくれたんだ。だから今度は私がコウコの意志を守らなくてはいけない。今度は最後までそばにいてやらなくてはいけないんだ。一回手を離してしまったからこそ後悔した。後悔したからこそ今回は離さずに手を差し伸べしてあげないといけないとクロエは思っているのか。待てよクロエ。そして仲間の手を振り切って進んでしまう。この先に何が見えてくるのか。クロエ、クロエ。退退させるわけにはいかない。でもどうやってそれを止める。どうすればジュリーを説得できる。無理だろうな。ジュリーを説得できる気だかせえへんわ。ジュリー説得できたらさ、演説の時で市民をみんなを納得させて俺が大統領になってしまうわ。人型があの場所に留まっているのは自己修復のため。あとどれだけの時間があれば修復は終わるんだ。ジュリーは準備ができ次第解体を始めるだろう。時間はない。明確に示す。まだ。あれこそが我々を脅かす敵の姿だ。今もこの都市の真上にいる。なんだこの仮面は。ウロメディアス。この事実を隠匿したばかりでなく、
あの怪物を地下層に招き入れようとしている。なんかすごいアンドルフみたいなやつ、俺でスターフォックスかよ。スターフォックスアンドルフみたいなやつ俺だよお前。なんじゃこいつ、こんなん出てくるの。メテオラは人を食う。お前は、お前は大切な人を食う。私は実際に食われたものを知っている。騙される、惑わされる。あの美しさのまやかしだ。あれはメテオラ、人の形をした怪物だ。追い出せ、ここは別の町だ。プロメテオスは何をしている。早く解体を始めろ。奴らメテオラを中間層に運び入れる通りらしい。この町のすぐ真上にだぞ。人々の不安を煽ってるな。この戦士団を持っているのにどうして今すぐ殺さないんだ。解体なんて嘘だって話もある。生きたまま地下へ運び込むつもりなんだ。だから殺さないのさ。あいつら俺たちを騙せる気でいるんだ。大きな脅威を前にして町が一つになっていく。誰も彼をも敵に回して私に何ができるだろう。クロエはどうするんだろう。デイタ司令、なぜここに。こんなところで司令に会う。勝手に上がらせてもらった。緊急事態でね。秘密の話をするのにラボなどでは人が多すぎる。それに通信は傍受される恐れがあるから。なんで司令左肩になんかヌンチャクみたいなの乗っけてるの。なにそれ。このサンルームなら。なんそのヌンチャクみたいなやつ。あのアークも近づけまい。気になるよ。なんでここにおるんかどうかよりも左肩に乗ってるそのヌンチャクみたいなの方がなんか気になる。なんそれ。非公式の訪問だ。ああそういうあれなんか、そういう服の装飾みたいな感じじゃんか。ヌンチャクに見えたわ横から見たら。解体の件ですか。いかにも。ただし問題はそれだけとは言えないが。どうした。わざわざこんなところに行く話なんやけど、なんか重要味があるな。なんとかぐわしい花だ。私も草木は嫌いではない。懐かしいな。データ司令なんかすごい自然が大好きなんかな。訓練生時代はテクスチャーで再現された草原に座り、よくピアノを弾いていたものだ。蝶という生き物を知っているかね。美しい模様の羽を持つ虫の仲間だ。考古の本で写真を見たことは。私が見たのは動画だった。あれは空を舞っていてこそ美しいものだ。ひらひらと優雅に羽をひらめかせていた。しかし羽を痛ませて地上に落ちてしまったものは悲惨だ。地中から出てきたたくさんのアリたちがわらわらと落ちた蝶に群がり、その羽や足や触覚をむしり取ってしまう。何が言いたいんですか。何が言いたいんですか。何が言いたいか全然わからんな。何の話ですか。なんと醜い所業だろうか。アリたちには美しいものを、美しいと感じるだけの心がないのだ。うん、ね、何が言いたいか、なんかシンプルに直接言ってもらえませんか。そう言った私をジュリー博士は笑ったがね。何言ってるんだてめえって感じやけど。俺もそんな感じで思ってるよ。何が言いたいんですか。美しいと感じるからこそ腹に取り込もうとしているのさと。あ、ジュリー博士も何言ってるんだって思う。二人とも何を言ってるんだって思う。全く人工身体のコレクションを趣味とする彼女らしい意見ではあるが、博士とは昔から意見を違えてよく衝突した。それでも私は彼女を信頼していた。メテオラへの情熱は同じものだと思っていたんだが、彼女はここに来て愚かな選択をしてしまった。なんかジュリーの考えに反対したような感じなんやな。あの人知を超えた素晴らしい存在を解体し地中へ運び入れようなどと。え、
データ指令、あのメテオラをそのまま生かしておく路線にもっていうことでしょうか。クノコちょうだい。そしておごりの過ぎた、あまりに恐れ多い行為だ。え、倒さんの。に群がるアリのようじゃないか。そう思わないかい。え、データ指令、なんかメテオラを生かす方向に持っていっきょんじゃ。え、倒そうとかは思わんのじゃ。そのために活動しようような感じなのに。あのままじっとしていたらあのメテオラは殺されるけれど、どうすれば逃げてくれるのかわからない。私には何も。いや、君にもできることはある。なんだろう、データがクロエに協力してるような感じになってる。解体はマキアを使って行われるのだ。当然君にも出動命令が下される。この私からね。うん。つまりだ、ショー、メテオラのすぐそばで君はメテオラを守ることができる。ああ。私に解体を妨害しろということですか。マジか。司令がこんな作戦の裏で作戦を潰そうと働きかけようとしようんか。無理です。コックピットにはノアがいる。変な動きをすればすぐに怪しまれる。そうやな。ノアか。いや、彼女は乗せない。君は一人でマキアを動かすことになるだろう。当然肉体への負担はある。だが一度くらいなら問題はあるまい。短期であれば問題はありませんが、ノアがそれを許すとは思えません。そうやな。むしろ厄介なのはもう一機のマキア、アレスだ。ヤマト？解体にはアレスマキアのソードが必須。その出動は止められないだろう。うん。それを止められるのはわかるね。共に出動する君しかいない。止め、え、ヤマトのこと妨害しようってか。ヤマトに攻撃しかけるときがあるんか。私にアレスを攻撃しろと。え、仲間割れ？何、些細な事故でいい。人為的でも作為的でも一時的に延期することができればひとまずはそれで。どうしようどうしようどうしよう。ヤマトの機体の中から一本ヒューズ抜いとくか。苦肉の策ではある。ヒューズ一本抜くだけでアレス巻きになって動かんようになるかな。あんなでかい機械ヒューズ一本抜いただけでどうにかなるもんなんかな。今回はそのような時間もない。ああ、セロンの声が思いのほか大きく、それに応えるようにレジスタンスが妙な動きを見せていてね。出とったな、あのアンドルフみたいなやつ。クロエ、お、今部屋だよね。落ち着いて聞いて。大変なことが起こった。どうした、オーバー。オーバー、どうした。ノア専用の量子コンピュータが外部からの侵入。タイミングが良すぎだろお前。破壊？破壊ってタイミングが良すぎだろ。おい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 、その顔、その分かってましたみたいな顔やめろお前。ああ。うわ、絶対データが裏でなんかやってるわ、これ。やってますよね。量子ドライブは被害を免れているから、ノア本体は無傷らしいけど、うん、動けるようになるまでには時間がかかるみたい。おい、やってるな。おい、データ、さてもやってるな、あんた。そんな、どうして侵入者はノアを。射殺された侵入者たちの動機は不明だって。ノアを狙った理由はまだわからないし。送り込んだな、データ送り込んだな。さては、分かっているのは彼らがパトロックスの一員だったってこと。パトロックスの一員なんじゃ。え、データもしかしてパトロックスとなんか繋がってる。ちょっと裏へなんかやってるなあんた。パトロックス、やつらが中間層。ちょっと、彼らは人型メテオラの解体に反対している。メテオラを地下に運び込もうというプロメテウスの判断に反対しているんだ。組織の動きを邪魔するため何か大きな行動を起こそうとしているのかもしれないね。とにかく
それを受けてジュリー博士と評議会は解体を早めることにしたらしい。博士の提示した解体開始日は明日だ。明日、もう明日やるんじゃ。期限短っ。明日？早すぎる。正式な出動命令はデータ司令から届くと思う。準備はしておくといいよ、クロエ。近くいますけどね。ちょうど近くいますけどね。影で裏でなんか糸引いてる人いますけどね。ああ、ありがとう。ノアがこうなっていた。知っていたのですね、データ司令。知ってたというか、あんたがやっただろう。言ったはずだ。緊急事態だとな。明日の朝、君はメテオラを解体するために出動する。我々に考える余裕は残されていない。明日行われる解体を阻止するしかないのだ。あの人型メテオラを救うにはね。救うとか言っちゃってるし、データなんか救うとか言っちゃってるし、なんなん、データにとってなんかあれ生かしてなんかあるんか。お前なんかこうことなんかあるだろう。お前さてはお前こうことなんかあっただろう。お前もでないと司令という立場であんなさ、こんな裏でなんかやるみたいなやらんだろう。お前人型メテオラを救う候補に何の感情があるんじゃ、データ司令。ああ我々の手でだ。できるね、少尉。あのメテオラを逃がす術があるのですか。しかしもし目覚めた人型と戦闘になったら。ああ君には教えておこう。メテオラはたとえ戦闘中であっても逃がす方法がある。あ実はマキアのエネルギー変換壁にはもう一つ機能があってね。ほうほう。君が普段やるようにウェーブをエネルギー変換し、ああこうやって真ん中トーンってやるやつやな。変換中カウンターアシスタンスに触れず、真ん中のやつかな。手を伸ばしたままでウェーブを受け止め続ければそこにある情報を読み取ることができる。ああ、あの高校のメテオラ高校の情報か。情報を読み取る。そこに一体何の情報が。それは君自身の手で試してみたまえ。そのような話は一言も博士からは聞いたことがありませんでした。ジュリー博士はこの機能を使いたがらない。はあ。我々がメテオラの歌を聞く必要はないとそうお考えなのだろう。うん。でもデータがさ、マキが出動した後事故を装い解体を失敗させ、データがさメテオラ製造の方に持っていこうとしょんじゃ。必要があればヤマトの妨害もしなければならない。うん、仲間割れ。それでいいのか、他に方法はないのか。葛藤がまた強まっていく。私はどうすればいいんだ、ここ。